ですよ。あかもしもしもし、あけましておめでとうございます。さあ、2020年もよろしくお願いします。今回は千駄ヶ谷というお店でございます。ね、訪問したのは昨年12月なんですけども、とりあえず見ていきましょう、はい。北参道駅から徒歩3分ということで、千駄ヶ谷いろいろ使える、なんと原宿駅からも歩けちゃうという、原宿系のお店としてね、捉えちゃってもいいんじゃないかっていうね、おしゃれな外観で。そうそうそう、ただですね、コーヒーも紅茶も一切ないんですよ。置いてそうだけど、置いてそうだけど、しかも夜は居酒屋になるという、特殊なお店でございまして、基本的にはオーダー制ですね。ね、で、赤、白、黄色、罪とありまして、罪。あ、そう、罪と言われるのはこれが二郎系のものなんですね、で、今回はもちろん罪を選択しておりますが、はい、他にもカレー風味だったり、マイルド系だったり、いろいろございますよ、ということで。鼻からギルティじゃないですか。いや、まあね、英語にしたらギルティでございますけど、見ていきましょう。100段ということで、こちらね、808円の油の罪多め、ニンニクの罪多めというのが、これがね、マシに相当するコールでございまして、で、さらに卵黄、卵黄、卵黄、卵黄できるだけ入れてるんですけども、デフォルトで実は2卵1個分も入るんで、計4つの卵がもう無双しちゃってるよということで、普通の卵よりですね、ちょっと赤々とした色味がね、ね、いい卵。鳥見たら泣くぜ。こんなにもこんだけ使われてる子たちが使われてる娘かもしれないけどね、食べていきましょうか。豚からやっぱいっちゃうよねということでね、最初からちょっと胡椒がかかってるんですね。このようにね、ふんだんに入っちゃってるんで、パンチ力がすごいのと、ふわとろ加減がまあ良かったという、お豚様でございます。パクッと一口いっちゃうよ。そう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 、ね。さあ、そしてお野菜は、平均的なすごいお野菜でございましてね、非常に癖もなく食べやすい、ね、はい、栄養野菜で、栄養野菜そして油、本来の甘みに加えてですね、やっぱり最初からかかってるこの胡椒ね、胡椒油、なかなか胡椒、油を食べる時点で胡椒かけないから、はいはい、いい経験じゃないのかな。あ、いい経験、いい経験、僕にとっては、僕にとってはうん、いい経験、勉強になりました。ありがとうございますね。さあ、そして卵をね、潰していきましょう。うわ、一気に、あらら、だいぶらずね、ここが一気にいきますからね、針がすごかったこと、箸でのブロンブロン感がすごかったですよね。さあ、そして、はい、特濃ソースのようなドロリとした、もう生卵自体が何かのこうエッセンスなんじゃないかってぐらいね、美味しかったですけども、あー、まずはね、そこからもうこの卵が消えないうちにね、素晴らしき麺を引き出していく、見ただけでもうこのワシャワシャした感じがもう美味しそうですね、びっくりしちゃってる、コシのある、ゴーメンだね、もうね、ゴーメンです、これはもう、はい、ストレートに感じられるね、ゴワゴワ麺だけどストレートにうまさが伝わってくるというんですよね。ゴーメンの採用かと思った。いや、懐かしのね、かかと落としで扉ぶっ壊すし、新年早々絶対若い人分かる、若い人は分からないけど、濃厚な卵を染み出して美味しいですよということで、さあ、そしてニンニク注目ですよね。昨年ニンニク部門で現役第1位とさせていただきましたお店ですよ。こちらは、あのお店ですよ、あの激辛のお店でございますね。さあ、ニンニクを、むさぼっていく激辛ニンニク、今いったね、平然と食べてますから、これ尋常じゃなく辛いです、もう、はい、この間にもうティッシュでいろいろ鼻拭いたりね、チンしたりしてますんで、鼻拭いたりしかしてない2回とも同じ表現だったね。半熟卵ではなく、そばつゆのようなね、ちょっとほんのりした甘みのある味付き卵でございました、ね、これがデコでついてるというのがいいですね、すごく、いいですね、いや、いいこと言うこと不要です、煮卵はね、さ、そしてさらに胡椒、最初からかかってる胡椒にね、アディショナルペッパーということでね、スパッカー風に言うとね、ろくに混ぜずにこのダイレクトで、ね、マジで胡椒の美味しさをね、味わいたいんで、僕は胡椒の、こんな混ぜちゃうと広がっちゃうんでね。で、さらに卵、来ましたね、そこにあらようがね、これですね、これでゆっくりとね、こんな料理を作って食べることもできるよという、この落ち着いた感じもいいですよね。これ料理やったマヨ卵は、はい、料理して僕ならマヨネーズかけただけだった、それはもう一工夫させていただいてるんでね、マヨかけるだけ慎重にね、かけていきましょうね。あ、そこで、なんだなんだ、
泣くのか急にもう顔やば放心状態ですけどここでついに来たんですね。大爆発しちゃいまして、もういやー辛くて、ああマジで震えてます。周りの人もこれやってましたよ。めちゃくちゃ怖かったですね。さあ、ごちそうさま。あ、ちょっとハテナマークだね。ちょっと待って、ちょっと待ってください。えぇ、何これ、おいめしシステムあるんですけど、食べないんですかあなたと、ね、なのでちょっと殺しちゃいましたけど。いや食えないじゃん、己を。あ、やるんだ、やっぱり食べていただける。これを待ってたんですよ、本当に。すごいね、うまいな、これめちゃくちゃ。この3位つまるね、これでね、ちょっと強忍肉酢で締めを堪能してね、いきましょう。ただですよ、あ、結構食べ進めてますが、いや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 、それは辛いっすよ、辛い辛い、もう、いやー、あーもうチャレンジ企画だね。チャレンジ企画だよ、ね、中和もね、ちょっとマヨネーズでいってますが、どうなんかな。いかないですね。そんな辛いんだ。もう辛くて、もうやばいやばい、もう最後頑張って、頑張れ、いけるか、いけ、よいしょ、いった。いやー、ごちそうさんでした。ニンニク混ぜ時は本当に気をつけてくださいという宣伝さんで。さあ、マシマシは捉え方次第なんでね、できるかどうかは罪重罪にできるということなんでね。あ、90点マシマシレベル。腰3つですね。違う、まあ、というわけでね、さらっと振り返っていきますか。ニンニク99でした。そうです、ニンニク99。さあ、ということでね、ちょっとね、洗いざらいけますけども、実はこの動画ね、なんで12月に撮ったのにこんな遅くなっちゃったかということで、実はあのお家にちょっと見てくれた方ね、12月30日にちょテレビ東京を出させていただきまして、はい、ゆきぽよさんと一緒にアフレコをちょっとしたんですよ、この動画。あ、はいはい、でテレビでちょっと使うかもしれないので、あのこれアップするの待ってくださいと、うん、いうことになってたんですけどね。そういうところも触れてくるんですか。いきますよ、ね、だってなんでかなってすごいメッセージが来ちゃってたから、実は。そう仙台街さんあげないんですかみたいな、実は来てたんで、実はそういう事情があったんです、すいません。潰されたって。違う、そんなこと言ってるわけじゃない。これ批判メイトの感じで聞こえました。違う、テレ東さんのことを思ってたんです、ずっと思ってたんで。何、裏切られたって。いやいや、ネガティブな考え方をするとそうなる。テレビ出演させてもらった身なのに。いや、ああもうネガティブだ。テレビに出るからそれの支障がないようにしてたのが正解ですね。どっかでまた会いましょう、今年も。どっかでまた会いましょう、今年も。どっかでよろしくお願いいたします。ごちそうさまでした。Thank you.